1950年9月9日は、日本の科学者、京都帝国大学名誉教授、物理科学の基礎を池田菊内と共に生み出したことで知られている。士族であった天よ、平八の次男として、ガガに生まれる。東京帝国大学に入学し桜井上にから、理論科学を学ぶ。1892年に卒業後、第五高等学校を経て、 東京女子師範学校にて教鞭を取った。1899年には、信仰のあった池田と共に、ドイツに研究のため留学した。ライプツヒ大学に入学し、同大学の教授であった、ビルヘルム・オストバルトから、触媒作用研究に携わり、後に転校し、ゲッティンゲン大学にて、バルター・ネルンストから、電気科学を学ぶ。1902年に帰国後は、 京都帝国大学理工科大学にて教弁を取った。後に広幸の研究成果を記録した著書を刊行し、中でもその著書に言及されている水と塩類の並行は、作医師の生成過程となったことにより、日本だけでなく、欧米等世界的に普及していった。この成果により後に、理学博士に認定された。1903年兄弟教授、1928年体官。 名誉教授、1932年帝国学士委員会員、ありがとうございます。